こんにちは。岡山の旅を案内する桃太郎です。今回は美味しくて楽しい岡山のとっておきの旅を紹介するね。皆さんこんにちは。こんにちは。いや、ここに来るとなんだか気分が落ち着きますね。そうですね、ここ岡山後楽園は1年を通して様々な景色が楽しめるんですよ。今日はですね、はい、ここ後楽園を出発点に岡山市の北エリアのおすすめスポットを巡っていきたいと思います。はい、それでは行ってきます。後楽園は日本三名園の一つ、岡山藩主池田綱政が家臣の津田長忠に命じて作らせた江戸時代を代表する大名庭園だよ。岡山城に行ってごらん。面白いスポットがあるよ。岡山城へは後楽園の南門から行くのが便利だよ。月見橋を渡ると3分で到着。ここはおすすめの撮影スポットの一つなんだ。ほら、岡山城がバッチリ映るよ。岡山城は黒い外観からカラスの城と書いて鵜城と呼ばれているんだ。慶長2年に宇喜多秀家が築城したよ。お城の中には築城の歴史や建築の特徴を紹介する展示をはじめ、5階と6階からは後楽園はもちろん岡山市内を360度一望できるよ。どうじゃ姫、似合っておるか。とてもお似合いですよ殿。ここではなんとお殿様やお姫様の衣装を身につけて無料で記念撮影ができるんだ。見て撮りますね。はい、二人ともお似合いだね。実はもう一つ面白い場所があるんだよ。2階に行ってみろって。2階にね、桃太郎が言うからな。なんだろうね。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。はい、こちらでこういった感じの備前焼きが作れます。お城の中で備前焼きが作れるんですか。はい、面白そう。岡山が誇る伝統工芸の一つ、備前焼きの土ひねりが体験できるんだ。スタッフが丁寧に指導してくれるよ。私お皿に挑戦。私コップに挑戦。はい、できますか。大丈夫です。はい、よろしくお願いします。あ、気持ちいい。ひんやりしてて。そうですね、思った以上に硬いですね。粘りのある石なので、はい、痛い。なんとも言えんこの手触りが、うん、なんかいいですね。初心者でも気軽に体験ができますね。そうですね、でも本当にもう初めてという方が多くいらっしゃるので、はい、体験時間はおよそ1時間。作った作品は後日自宅に届けてくれるサービスもあるよ。続いて向かったのは岡山市中心部から北へ車でおよそ30分、工場見学ができるスポットだよ。かばや食品は昭和21年に岡山市で誕生したお菓子のメーカーなんだ。古い写真が飾ってありますね。はい、1950年代の時のかば車です。テレビがない時代でしたので、このような車を全国に走らせてかばやキャラメルの宣伝を行っていました。へー、宣伝カーだったんですね。はい、お菓子もたくさん並んでますけれども、はい、ここにはどういうものがあるんでしょうか。創業から今まで販売したお菓子の展示、また、玩具菓子のおもちゃの展示を行っています。うわすごい。すごいですね。あれなんだろう。こちらではあのキャンディーが自動的に計量されて、うん、そして袋詰めされていくという様子を見ることができます。これ計量されてるんですか。なんか面白いね。面白いですね。初めて見ました。いや楽しいですね。うん、面白い。お菓子工場の中を見学できるなんて貴重な体験だね。
2人とも工場見学楽しんでいるな。桃太郎さん、桃太郎さん、僕たちも工場見学ができるところを見つけてきたよ。やってきたのは岡山市東区瀬戸町にあるキリンビアパーク岡山だよ。こちらではビールの原料をご紹介しています。こちらがビールの原料の一つであるホップです。ホップはビールの苦味や香りを作っています。ここ岡山工場では1年間で13億本以上ものビールや発泡酒などを作ることができます。お姉さん、ここでは何をしているの？こちらでは出来上がったビールを缶に詰める工程を見ることができますよ。ここで作られたビールなどは中四国と関西の一部エリアに届けられているんだって。最後は出来たての新鮮なビールを無料で試飲することができますよ。おいしい。ソフトドリンクもあるので子どもたちも楽しく見学できるね。みんなよく調べてくれたね。ビール工場の見学も楽しそうだな。かばや食品を見学した2人は車で北へおよそ15分、竹部町温泉会館に向かったよ。いやー気持ちいい。竹部町温泉会館は岡山県を流れる一級河川旭川に面した木造の建物が特徴の施設だよ。露天風呂や寝湯など源泉かけ流しの温泉を楽しめるよ。食事や宿泊もできるんだ。ご用意いただきました。いただきました、はいはい、ご準備させていただきました。今日のメニューは何ですか？はい、本日はカレーの唐揚げで、その中で小鉢、竹部町のピーマンを使って、はい、ご準備させていただいております。じゃあ早速このカレーを唐揚げいただきます、はい、丸ごと一匹ですからね。この身がホクホクででしょう、はい、やっぱりね、出汁がしっかり染み込んで、うん、こう美味しいですよ。ありがとうございます、うん、じゃあ私気になってるこのピーマンいただいてもいいですか？そうですね、はい、うーん、ピーマンのシャキシャキしたのとちょっと柔らかくなっているところが味が染み込んでて甘辛く煮込んであるんですね。竹部町産の美味しいお米も自慢の一つ。日替わりランチと入浴料がセットになったプランもあるのでとってもお得ですよ。続いては竹部町温泉会館から車でおよそ20分のところにある松田牧場だよ。およそ25ヘクタールの広い敷地で200頭の牛を飼育しているんだ。ここでは搾りたての牛乳を使ったジェラートが味わえるよ。特におすすめは、おすすめはやっぱりあの牛乳の美味しさそのままを味わっていただけるミルク味と、はい、三つ誉れっていう三つ地区の地酒があるんですが、はい、その地酒を混ぜて作った誉れっていうジェラート、はい、美味しいですよ。地酒で作ったジェラート誉れ、見た目はミルクとそんなに変わりないんですけど、どんな味かね。こうやって食べると香りがすごくいい。これすごいですね。ミルクの味が濃厚。濃厚、うん、低温殺菌で牛乳を仕上げてますので風味が、はい、そのまま残って。マツダ牧場は美味しいジェラートだけじゃなくて、可愛い小動物なんかと触れ合って自然の中で散歩して楽しんでいただくこともできますよ。岡山といえばフルーツ。続いては松田牧場から車でおよそ20分、久保観光農園に行ってごらん。こちらではどんなことができるんですか？はい、これはブドウ狩りをはじめ椎茸狩りや栗拾い、年間を通して様々な味覚狩りが楽しめます。味覚狩りいいですよね。はい、この時期のおすすめは何ですか？はい、今は何といっても岡山特産のマスカット狩りがおすすめです。マスカット、果物の女王とも言われるマスカットオブアレキサンドリアは果物王国岡山を代表するフルーツ。
全国生産量の9割以上が岡山県産なんだ。武田さん、すごい量のマスカットですね、ハウスの中。もうどこを見てもマスカット、マスカット、マスカットですよ。この中には約2万房あります。2万房。いや、どれが美味しいんですか ね全部美味しそうに見えるんですけど、何かポイントあるんですか？そうですね、まずこの根っこから離れたところの房が美味しいです。え、このすぐ上よりは？あ、そうです。で、あと黄色いのを取ってください。え、緑じゃなくて？黄色い方が甘いんですよ。で、光がよく通ってるようなのが本当に美味しいです。これ美味しそうじゃない、うん、ちょっと黄色っぽくなっていて、うん、身もしっかり。ほっ、あ、切れた。見てください、大きなマスカット。だーん。じゃあ早速、はい、いただきましょうか。いただきましょうか。いただきます。じゃあ、うん、みずみずしくて本当に甘いですね。芳醇な香りが口の中に広がって、もうこの味たまらないですね。いや、本当にね、いろんな食べ物もあって、うん、岡山いいですね。まだまだあります、はい、これはお土産で一人一パック持って帰っていただけます。お土産もついてくるんですか？お土産付きなんですか？二、はい、人ともお腹いっぱいのようだね。今日は一日楽しかったですね。楽しかったですね。備前焼を作ったり、うん、工場見学をしたり、はい、美味しいものもいっぱい食べて岡山市の北エリア満喫しましたね、うんうん、美味しくて楽しい体験ができる岡山、皆さんもぜひ一度おいでください。待ってます。待ってます。最後にアクセスを紹介するね。旅の出発点の後楽園までは自動車を利用する場合、山陽自動車道の岡山インターチェンジが便利だよ。後楽園まではおよそ20分。今回紹介したその他のスポットへは車の利用が便利だよ。岡山市の観光情報は岡山観光コンベンション協会のホームページを見てね。僕はコップを、おお、いい味がある。じゃじゃん。お、実は旅案内をしてくれた桃太郎とみんなをデザインしてみました。うん、あ、本当だ。旅の思い出がまた一つ増えたね。何のせいですか？目玉焼き。あ、目玉焼きのせるよ、うん。